市民の皆さん、こんにちは。新型コロナウイルス感染症について市内における感染者の状況と重ねてのお願いをいたします。前回は北海道内や石狩管内において感染者数が急増していることをお伝えしました。市内では昨年10月17日以降新たな感染者の発生はありませんでしたが、12月下旬から徐々に確認され始め、1月8日までの直近1週間の感染者は3人となり、その後1月15日には一気に120人に上り、爆発的に増加しました。また知人同士の飲食を伴う会合等において新たなクラスターも確認されています。最近の特徴として10代や20代の若い世代のほか、家庭内での感染が広がっていること、またワクチン接種済みの方が感染するブレイクスルー感染も確認されています。このような状況からこれまでにない急激な増加が今後も続くのではないかと大変強い危機感を持っています。このため市では PCR 検査センターの開設を週2回から当面は月曜日から金曜日まで毎日開設することとし、検査体制を強化いたしました。ほか保健所からの要請により自宅待機者へのパルスオキシメーターの配布など市の支援体制を構築するとともに、保健所や医療機関と連携して全力で対応しているところでありますが、急激な感染者の増加に疫学調査等が追いつかない状況となっていることから、市の保健師を蘇生保健所に派遣し支援を行っているところであります。ここで重ねてお願いいたします。まず体に異常を感じたときには自分で判断せず速やかに医療機関等へ問い合わせていただくなど、健康管理をお願いしたいと思います。また感染力の強いオミクロン株の影響、軽症や無症状者が気づかないうちに感染を広げることなど、市民の皆さんとこの危機感を共有した上で、引き続きマスクの着用や密の回避、手指消毒、換気の徹底などをお願いいたします。また大人数での会食や普段会わない方との飲食の場面ではより一層注意をお願いいたします。感染防止行動を実践していただき、これ以上の感染拡大や医療の逼迫を招くことのないようご協力をぜひお願いいたします。市民の皆さんが健康に過ごしていただくために、ぜひご協力をいただきますようによろしくお願いいたします。